こんにちは、お疲れ様です。動画の方ありがとうございます。やっぱりこう精神力の問題だなっていうところは感じるところだと思いますけども、精神力をなるべく使わないためにテクニカルっていう考え方もあってですね、テクニカルって身につけるともう確率なんですよね。もう高い確率でこうなるよっていうのが、例えば3ペイとか4ペイが出た後は買いなんですよ。これはでもここに自分の恐れっていう精神が入り込むから、もしかしたら頭打ちでここから落ちるかもしれないっていうふうに勝手に想像しちゃうんですよね。もちろん3ペイ4ペイ出した後に下がることはあるんですよ。それは利益を確定する人がいるからなんですよ。でもそれは一定の確率で起きるのはもう受け入れるしかないです。例えば4割ぐらいの確率でセオリーとは逆に行く、これは受け止めないといけないんですよ。で 60%、 6割の確率で上に行く、これは受け入れられますよね。その差額の2割で私たちは利益を積んでいくっていうのがテクニカルのまず第一歩なんですよ。で、恐れがあるからなかなかエントリーできない方はもうね、この確率ですよね、割合を確かめるために何百回も、それこそ何千回もとは言いませんけどもね、何百回もね、何百回もデモトレードをやるべきなんですよ。デモトレードをして記録をつける、記録をつけないとしたら、まあ、記憶に残していく。そうすると、あ、なるほど、本当に高い確率でこうなるな、テクニカルの通りだなっていうのが分かるから安心してトレードもできるし、正確なトレードをやった後で逆撃を食らってロスカットを食らっても、これもあり得ることだなっていうふうに受け止めていくことができる。それが繰り返されて、だん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 精神力の強化にもつながっていくんですよね。あらゆることがお稽古とか練習ってものを地盤に、試合とか本番っていうのを望みます。模擬試験で痛い成績を取るから自分の弱点が分かり、勉強もはかどっていくってこともあります。もしくは志望校を変えるとかね。それからスポーツでも練習でエラーばっかりするから、だんだん本番で自分がどこが弱いのかってことが分かっていって、重点で修正しないといけないところが見えてくるんですよね。あと他にもね、様々ありますけども、やっぱりその練習、デモトレードっていうのは練習、少額トレードは練習です。でも少額トレードでも精神的にちょっとね、弱っちゃうようでしたら、これはね、資金を引き抜いてやっぱデモでやった方がいいかなと思うんですよ。やっぱりね、お金が減るっていう重圧なんですよね。どっちかっていうと、トレードで負けてしまってそこに対して何か思うっていう風な精神力ではなくって、お金が減るっていう重圧によって正確なトレードやテクニカルから離れていく可能性があるんですよね。そういう場合はやっぱり、資金を引き抜いてデモトレードでしつこくしつこくやって、そして自分がどのぐらいのね、デモトレードでいわゆる記録を残せるのかっていうことを確かめて、テクニカル通りにやったらマイナスになるじゃないかっていうふうにやるとそしたらテクニカルはダメだったんだねってことになるわけですよ。でもその時にはテクニカルは別にテクニカルとして存在してるわけですから、もう高い確率でね、となるとテクニカルの身につけ方が悪かったんだなっていうふうにフィードバックができるわけですよ。そうなるともう一回テクニカルをしっかりと学んでいく、当てはめるところを間違えないようにする、そのために日々送ってる私の動画とすり合わせていただければいいなと思います。で、今朝の深夜の動画に限らず、朝9時ちょっと過ぎに送った動画、ここではもうすでに急上昇が始まっていました。で、価格は138円を超えて、138円の30に行ってないぐらいだったと思うんですよ。で、そこで私は動画更新した際に、今から追撃でも全然間に合うよというふうに付け加えたのは、あんまり強く言うとね、いや、万が一失敗した時に私責任取れないんで、軽くささっと言ってたんですけども、でもここから入っても全然いいわけなんですよ。だからここまで強い勢いで上がってくると、まだしばらく上がっていくねっていう、その確率が強いからそういうふうに申し上げるんですよね。もちろん絶対はないですけども。ですんで、私の数百回、数千回の数千回かどうか分かりませんけども、まあでも6年のね、経験を込めたそのコメントが入ってますから、まだトレードの経験が6年ない方よりは、まあ参考になるんではないかなと。責任は取れませんけどね。でもそれも当てにしていただいてもいいのかなと思います。で、現在の価格ってのは、138円の568ということで、朝9時の私の動画を見た後で入っても、まあ20ピップス以上取れてるんじゃないかなと思うんですよ。まあ結果的に取れてるから偉そうに言ってるわけじゃないんですよ。あそこでバイを入れるのは全然変じゃないってことなんですよ。でもね、本当は、今週中に138円行けばいいなっていうふうな感じで私は月曜日放送しました。あ、そして、早くても、今日明日のうちに138円ってのはあり得るだろうなぐらいだったんですよ。
でもそれが朝の瞬間9時の瞬間で138円を一気に抜いたってことは、この勢いは139円に今日中に行くかもしれないっていうふうに思ってもいいわけなんですよ。思った方がうまくいきます。でもやっぱりね、高値圏に来ちゃったから今更なって気持ちもわかるんですよ。特にその陽線が太いのからだんだんちっちゃいのになっていったら、これ明らかに誰かが利確してるってことですから、そろそろ利確遅れなんじゃないかなって思っちゃうのも確かなんですよ。そうなると31日1日になりますけども、そこで月が変わりますから資金を引っこ抜く可能性があるんですよね。長期の人が、月足とかの人がね、そうなったら一旦押し目が作られるっていう風な今までの経験上のテクニカルの形が予想がありますんで、じゃあ押し目で入ろうかなっていう次の作戦に入るのも OK なんですよ。その押し目がいつ来るのか分かりませんけども、少なくとも今日来ることはないと思います。明日か明後日、まあしあさってはないと思います。しあさってから回復していくんじゃないかなと思うんでね、もし押し目を狙うんだったら最も狙いやすいのは明日なんじゃないかなと、明日の時間の遅いところじゃないかなっていうふうに思いますけども、これからの時間軸を見ながらこの私の今の判断も変わっていくと思います。はい、じゃあまとめますとね、テクニカルっていうのは高い確率でそうなるよっていうのが決まってますんで、テクニカルの通りに基本的にやれば精神力はいらないってことになります、うん、でも精神力をもし鍛えたいとするならば、お金の儲かった儲からないによって精神力がブレてるとすれば、お金を入れずにデモトレードでお金の重圧なしにやっていくっていうねそちらの練習試合を積み重ねてはいかがでしょうか。で、私は思うんですけども、たまに小ロットでやるっていう風なペースはどうかなと思うんですよ。だいたい10回中9回はノーポジションでやるけども、デモトレードでやるんだけども、10回中1回だけはここだけはっていう時ね、ちょっとだけ資金を入れてみるっていう風な形でもいけるんではないかなと思います。はい、今回の動画はね、非常にトレードで多くの人がぶち当たる壁だと思います。精神的にちょっとね、どうしようかなと思っちゃう。テクニカル的には分かってるんだけども、それを実行する精神力がやっぱりね、多くの人にないんですよ。ですので私は3段階設けました。基礎用語は知っているし、理論も知っている。テクニカルも大体分かる。でも精神力がちょっとね、きついから、テクニカルをいまいち信用しきれないってところがあるんですよ。テクニカルも裏切られることはあるんですよね。でもそれも受け入れて、4割負けて6割勝つ。これに近づけるように、トレードこれからもやっていきましょう。ありがとうございました。